まず無釉の焼き締めいうことですよね。釉薬を使わないで、高温焼成で、ただそれだけを焼いて無釉の焼き締め、これが一番地焼きの特徴なんですよね。よその焼き物はみんなこう作って、それに釉薬をかけて焼くわけだけど、地焼きの場合はもう素材の土をそのまま成形して、それを乾燥したものを釜に入れて焼き締めると、それも長時間焼成をするんですよね。よその焼き物では2、3日で焼けるものを、備前は10日以上かけてゆっくりと焼くわけ。それで無釉の焼き、それが一番の大きな特徴ですよね。非常に土に特徴がありますよね。非常に鉄分が多くて、有機物もたくさん入って、ある意味ではよその焼き物と比べるとあまりいい土ではないんですけど、それをうまく焼き締めて、いい焼き物に生み出すような、そういう技法を先人が見つけていくわけですよね。技術を土をこねて成形して釜入れて焼くと、非常にこう素朴な技法なんですよ。だけど作り手の精神が非常にこう各時代ごとに新しいものを生み出して革新的な精神を持っていたわけ。それで1000年という長い間釜の火を絶やすことなく続けてこれたということですよね。よその産地は途中でみんな途切れて100年200年断絶したりしてますけど、備前はもうずっと続いて釜の火を絶やすことなくやってるわけ。作り手が非常にこう時代に合った新しいものを生み出していったと。まあその結果が今のような備前独特の焼き物を、世界的に類例のないような焼き物を作り上げたということですよね。例えば室町桃山時代に備前が亀とかすり鉢を大量に作って、独特の形を作るわけですよね。それで備前の土に合った非常に強いものを作っていくわけ。それが全国を制覇して、日本の焼き物産地のトップの座を占めるわけですよ。備前すり鉢投げても割れるのいう言葉が生まれるぐらい力強いものを作って、それを形の上でも本当に機能的に使いよく、しかも美しく力強く、そういうものを生み出していっているからね。まあそれが時代が変わってくると必要になくなってくる場合があるから、それは社会に淘汰されていくわけでね。新しいより機能的なその時代にあったものに、美意識にも関係するだろうしね。江戸時代に備前焼きはガラッと生産が少なくなるわけです。そういうすり鉢亀とかいうのが、全国的に釉薬のものが韓国中国あたりからどんどん入ってきて、それで有田みたいな焼き物が生まれる、京都でも美しいものが生まれる。使い手の美意識も変わってきて、綺麗なものに流れていくようになって、そしたら備前は全然相手にされなくなって、どんどん落ちぶれていくんだけれど、だけどそこで一番備前焼きの一番素晴らしいとこは、作り手が非常に今言ったように革新の精神で新しいものを常に生み出していく。江戸時代に土の特徴を生かした彫刻的なものを作るわけですよね。枯らしであるとか床の間のそういう置物、もうそういうもので活路を開いて、それを主製品として備前はやってきたんですよね。明治大正ぐらい昭和までね、備前焼きの先人たちが努力して今言ったように火を絶やさないで今日まで続けてきたということは、そういう時代に常に新しいもの、製品あったさ新しいものを生み出してきたという、その結果だろうと思いますね。日本の場合はそういうふうに、かつては桃山時代だったらお茶が非常に盛んになって、
備前の人が備前の土にあった独特のお茶とを生み出すわけですよね。それが非常に高く評価された時代があるわけだから、小備前の茶というのは全国的に見ても素晴らしいものを作り出している。で、今までかつてなかったような形を生み出しているわけでね、花池とか茶碗とか水差し、そういう中にそれ備前の土にうまくマッチした形と色、焼き具合、そういうことが非常にこう高く評価されて、日本的な独自の美意識を生み出す、それで評価されて多くの人が備前とこういうようになってくるわけです。イギリスで産業革命が300年ぐらい起きて、それで機械化がどんどん進んで、それで確かに生活は豊かになり、使い便利も良くなる、現代まで来てるわけだけど、自己処理もできないような原爆のようなものまで生み出してるわけよね。だけど備前の場合は備前の焼き物というのはもう本当に自然と共生してるわけよ。まあ備前だけでなしに日本の伝統工芸のもの自体がね、例えば焼き物であると土とか火とか水とか風とかそういうものの中から生み出して、こういう木工にしたら自然の木、その素材を美しさをきれいにうまく生かしながら独特の形を生み出して、使い便利のいい作品にしている。それから着物にしてもそうですよね、自然の素材からいろいろ着色にしてもいろいろ自然のものを使って、木は木の独特の素材の美しさがあるから、これをうまく作り手がその中から引き出した形を作り出す。日本の伝統工芸が今世界的に見て非常に高く評価されていると、そこだと思うんですよね。アメリカでもヨーロッパ行っても、例えば家を建てる、壁を作る、木で壁を作る、それに白いペンキをペアと塗って素材感は消してしまう。形はいいかもしれないけど、そういう自然の機能を持つ素材感は全くなくなってくる。日本人の場合はこういう家を作るにしても、床の間の柱一本にしても、その素材の美しさをうまく生かした柱を使い方をする、こういう机にしても、そうね、椅子にしても、そういう感性が今一番に外国が注目しているところだと思うんですよね。僕の場合はたまたま私の父が焼き物をやってたもので、小さい頃から常に焼き物周り、身の回りに焼き物を作ってる姿を見て、それを手伝ってきてるし、町に出ると町で全部あちこち焼き物屋さんがいっぱいあるし、それで子供の子遊び行くたら山へ行くか川へ行って魚取りをするとか、そういうことしかないから、山なんかへよく行くと焼き物の破片がいっぱい落ちてるわけですね。そういうところで育ってるもんだから、自然にこう馴染んでたんですね。まあそれがおそらくまあ嫌いでもなかったから、だんだん父親の後ろ姿を見ながら育って、面白いなと思って、それで自然に抵抗もなしに焼き物の世界に入ったですね。ただ時代がね、戦後の時代だから非常に苦しい時で、焼き物屋さんどんどん辞めていって、作家が10人ぐらいしかいなかったんですよね。官王と含めて15、6件から20件ぐらいの、そういう時代に育ったもんだから、みんな生活苦だから、子供の頃からもう起きて食べるもんもないしね、そういう苦しい生活を経験してるから、父なんかは心配して、まあ兄がいたもんだから、兄が後をやるから、お前は学校の先生でもなったらどうなるという話で、まあ、そのうち父が亡くなったりして、
23ぐらいの時に亡くなるんですけど、あとすぐ学校の先生辞めて、この世界へ飛び込んだんですよね。だからゼロからスタートしてるから、なかなか苦しかったけど、そういう苦しい時代を経験してるだけに、まあ反面精神的には強くはなってるね。このすぐ裏に高野山いう山があるんです。小さい山です。うちの父の友達がね、道を作っていた時に釜跡が見つかって、もう釜跡はあちこちいっぱいあるわけなんだけど、たまたま釜跡の断面図がこう、釜の跡がこう見、そういうのを見て復元して、穴窯を作ろういう話になって、父親と兄と私と3人して作ったんですけど、父はもうそれですぐ亡くなるんですよ。作っただけで焼きもしないで、入れる作品も作ってないし、すぐ病気になって亡くなるんだけど、その後私と兄と2人してそれを作り上げて、それで焼成したんですよね。それがまあたまたまうまくいったっていうことでね。次の若手がそういう先人が1000年かけて築き上げた技法、そういったものを伝えていかないとダメね。ただ目に見えない技法があるわけですよ。例えば釜の炊き方だとかね、それから土の作り方だとか調整の仕方だとか、そういったものを一生懸命勉強してやっていただきたいなと。いい作品を作るのは結局作り手なんだから、その作り手はいろんなものを見たり勉強して感性を高めて美意識を高めて、それでもってまた創造性を加味して新しいものを生み出していく、そういう努力をしないとなかなか続いていかないからね。中将の将、孔子の言葉でね、思いやりの心の、ね、備前市内に静谷学校いう江戸時代の中期にできた学校があるんです。庶民教育のね、そこが孔子の論語を中心に勉強させてた、ね、その孔子の論語の中に中将いう言葉が出て、興味があったりして見たりしてるか、それでそれをまあその言葉も好きだから、まあ人間としてね、焼き物とはそう関係ないかもしれないけど、人間の生きることの上の